貴様たるんでいるぞ。決戦は間近というのに、そのへっぴり腰は何か。その腐った目つきは何か。貴様、そんなに死にたくないか。そんなに米兵が恐ろしいか。そんな気合では撃ち取れんぞ。その目つきだ。後ろ見や、貴様の魂は腐りきっておるわ。魚だ。貴様の目は死んだ魚の目だ。後ろには金蔵はいるか。中尉殿がお呼びだ。立て。もたもたするな。駆け足。後ろ見や、貴様は外国語が堪能であると聞いたが事実であるか。英語と中国語を話せるであります、中尉殿。ならばイタリア語はどうか。わかりません。では貴様にイタリア人との通訳は務まらんというわけか。英語を喋れる者がいれば可能と思います。なるほど、確かに。貴様、外国人と英語で話した経験はあるのか。あります。
よし、後宮、貴様を俺の通訳に命じる。どうしてイタリア軍は、確か1943年にイタリアは降伏しているはずです。これはどういうことでしょう。降伏したのはイタリア王国だ。だがそれを受け入れない者たちは親独政権 RSI を樹立させ戦争を続けたのだ。 RSI？ イタリア社会共和国、別名サロ共和国だ。詳しいな。何も知らぬ者は。イタリアは枢軸国の中で1943年にいち早く降伏した腰抜けなどと呼んでいるが、それは間違いだ。イタリア社会共和国軍は開戦から1945年4月29日まで勇敢に戦ったのだ。ベルリン降伏はその3日後だ。腰抜けどころか大健闘だな。しかしRSI 海軍が日本まで航行できるような潜水艦を持っていたとは驚きだ。そうでなくとも、はるばる日本までやってきたこと自体が驚きです。彼らはなぜ日本に、六軒島に。イタリア軍なんて初めて見たぜ。何でも事故か食雷で航行不能になったんだと。換気装置がやられて塩素ガスが換気できなくなったって聞いたぞ。中尉殿の話によると何か重要なものを運んでるって話だ。暗号変換機か新型エンジンなんかの設計図じゃないのか。オラ積みにうんぬんより上層部がまだここを覚えててくれたことの方が驚きだぜ。後ろ宮、早く来い。貴様は通訳だろうが。はい、中尉殿。後宮、艦長は誰か聞け。私がこの島の指揮官であることを説明せよ。ようこそ日本へ。英語がわかる者は。ようこそ日本へ。艦長でありますか。 I can not speak English. Please wait.後宮、何と言っている。待てと言っています。英語のわかる人間を呼んでいるのかもしれません。
私、英語わかるわ。ようこそ、日本へ。艦長はいますか？艦長は死んだわ。士官はあそこの彼だけよ。お悔やみ申し上げます。何か、お手伝いはできますか？新鮮な空気と水が欲しいわ。まだ息のある人間もいる。休ませる場所が欲しいわ。協力しましょう。他に、英語のわかる人間はいますか？いたけど、みんな死んだわ。私だけよ。後ろ見や！女は何を言っている？艦長は誰だ？さっきの男なのか？その女は何者なのか？早く通訳しろ！中尉殿、彼女だけが英語をわかるようです。彼女が彼らの通訳になります。艦長は死亡、代表者は先ほどの士官のようです。あのうるさくあなたに叫んでいる男は何者？まさかあなたの上司なの？不幸なことに私が美しいお嬢さんを独り占めしているのが気に入らないんでしょう。あら、東洋人にお世辞をもらえるとは思わなかったわ。綺麗な英語ね。あなたは育ちが良さそうだわ。あの怒鳴ってるみっともない男とは大違い。あなたがここの将校だったらよかったのに。おや、私も西洋人にお世辞をもらえるとは思いませんでした。あなた面白い人だわ。名前は？後ろ宮金蔵です。よろしければお嬢さんの名前もぜひ。ベアトリーチェ・カスティリオーニ。ようこそ、ベアトリーチェ、日本へ。ベアトリーチェとはイタリア人だったのですか？そうだ。彼女は RSI 交換の娘だった。どうやら彼女の父親こそが一番の積み荷だったらしい。残念ながらロッケン島にたどり着いた時にはもう死んでいた。その交換がなぜ日本に？スエズ運河からインド洋を越えてはるばる日本まで来たというのか？確かに同盟国としてはドイツの方がはるかに近いはず。なぜわざわざ日本までやってきたのでしょう？途方もない規模の遠大な作戦か何かだったのかもしれぬ。その全容はわからぬが、その潜水艦がただならぬ任務を帯びていたらしいことは後に理解することとなる。
よかった。日本の潮風はてっきり醤油の匂いがすると思ってたわ。お互い様です。イタリア人の髪はパスタでできてるって思ってました。あら、そうよ。アルデンテに仕上げるには茹で加減が難しいの。なら日本人はみんなスパゲティネーロだわ。よくご存知で。日本人はシャンプーの代わりにイカスミを使います。金蔵はすごいわ。何でも知っているのね。イタリアに来たことがあるの？ありません。しかし本はいろいろと読みました。東洋人がイタリアの本を？へえ。例えばどんな？ニッコロ・マキャベッリ、ダンテ・アリギエリ。だからあなたが永遠の淑女であることも存じていますよ。おお、なんてこと。金蔵はとんでもない勉強家だわ。あなたはひょっとして日本では高貴な家の出身なのでは？さあどうでしょう。あなたは他の野蛮そうな日本人とはまるで違うわ。私にはわかるの。あなたはきっと高貴な家の人間だわ。後宮家は日本の貴族の家柄なの？とんでもない。宝石で一山当てただけのただの成金の一族です。私が勉強していたのは高貴なる者としてのたしなみではなく、何をすることも許されなかったら本を読むかバラをいじるか酒に溺れるかしかやることがなかったからですよ。許して。金蔵、あなたのような高貴な人がどうしてこんなおかしなところで兵卒の身分に甘んじているのか深く考えなかったわ。私の一族などどうでもいいことです。死ねば後宮などという姓は何の意味もない。そしてそれこそがようやく私を解き放ってくれるのです。金蔵は死にたくて軍隊に？そんなのダメ。家族が悲しむわ。家族など私には誰も。あなたの苦しみはわからないけれど、私の心ない言葉が傷つけてしまったことはわかるわ。許して、金蔵。ありがとう。え？あなたが私を金蔵と呼んでくれるから、私はやっと自分を取り戻すことができる。私はようやく、本当の意味で私を見てくれる人に出会えた気がします。金蔵、あなたは、とても遠い異国で出会った外国人だけれど、あなたの心は、とても繊細で美しい。私たちはきっと近所に住んでいたならとても当たり前な友人になっていたわ。私も嬉しい。